アンシ・コイブランタは、フィンランド、北ポフ・ヤンマー・ケン・クーサモ出身のノルディック複合選手、スキージャンプ選手。2006年トリノオリンピック 4X5km 団体で、銅メダルを獲得した。2010から2011シーズンから、スキージャンプに転向した。コイブランタは6歳の時にスキージャンプを始め、8歳の時ノルディック複合を始めた。2003年3月に、 地元クーサモで開催されたノルディック複合ワールドカップ B の大会にデビュー、翌シーズンのノルディックスキージュニア世界選手権、個人スプリントで銅メダルを獲得し、頭角を表した。同年3月にノルディック複合ワールドカップにデビューした。翌2004から2005シーズンは1月30日に。 札幌のワールドカップで自身初の3位になるなど、総合でも21位に躍進、ジュニア世界選手権個人、グンダー戦と、準ジャンプ団体で、銅メダルを獲得した。17歳で出場した2006年の、トリノオリンピックでは、個人グンダー戦25位、個人スプリント11位、4、5km 団体では、アンティクイスマ、ヤッコ、カルス、ハンルマン2年と共に、 銅メダルを獲得した。2007年のノルディックスキー世界選手権の団体で金メダルを獲得。1 5トル個人でも3位に入り、銅メダルを獲得した。同年のジュニア選手権では、個人、グンバー戦で金メダル、個人スプリントで銀メダルを獲得、またワールドカップ総合では7位となった。2008から2009シーズンはワールドカップで7勝を挙げて、 総合優勝を達成したが、2009年、ノルディックスキー世界選手権では、個人マススタート、個人ノーマルヒルともに4位と、メダルに一歩届かなかった。コイブランタは、クロスカントリースキーよりジャンプの方を得意とし、2009年には、プラニツァで練習ラウンドに214.5メートルを記録した。2010年バンクーバーオリンピックでは、個人ノーマルヒル8位。 団体7位に終わり、ワールドカップでも、総合11位に終わった。シーズン終了後、マイコプラズマ肺炎を患い、クロスカントリースキーのトレーニングが困難になった、ことから準ジャンプに転向、ナショナルチーム入りして、2011年、ノルディックスキー世界選手権では、個人のオーマルヒルで10位、スキージャンプワールドカップ総合40位となった。ありがとうございます。